サム。ああ。ああ。え？そう。やっと中。アキ？ジャクソン軍か。じゃあジャクソンシティはすぐだね。あと 2,3 キロのはずだ。弟さんに会う準備は？それはついてからだ。だいぶ経ったのか。あれから緊張する？自分でもわからん。いや君らは何ヶ月に2ヶ月くらい経ったのか知らんけどもさ、こっち今の今やぞ。今ヘンリーと、おい、いやもうなんか衣替えイメチェンちょっとしてるけどさ、二人今の今やぞ。こっちはなあ今の今やぞ、今の今やぞ、エリーぴょごめんな、エリーにごなってごめんな。 おじさん別にエリーのこと嫌いだからやってるわけじゃないんだよ。ごめんな。何これ？小さい子の墓か。あ、サムのお墓にロボット置くの忘れた。どうしようかな。エリー、何話したいんだよ。ダメだ。なんで？何回同じことを言わせる。失ったものは戻らないんだ。だってそういう話じゃない。もうやめろ。本当はそうだね。トミーを探そう。これって多分ね、エリーは乗り越えてると思うんだよね、多分ね。師匠、いや、おじさんの方が乗り越えられてないんじゃないかなっていう気はしますけどね、今の話をするなんて言って。やっぱりまだ後悔だったりとか、そういうものが本人に残ってるんじゃないかな。娘さんの死もまだ乗り越えられてない、夢に見るぐらいだからね。あらら、そのまま動くんじゃないよ。あんたは銃を下ろしな。エリー、言う通りにしろ。わかった。道に迷ったの？子供がいるよ。人がいるとは思わなかった。向こう側に行きたいだけなんだ。どこまで？銃を下ろせ。知り合いなの？男はな、俺の兄貴だよ。あ、トミー。マジかよ。ああ、よかった。元気にしてたのか。よかった。トミー。だって兄貴、ずいぶん老けやがって。お前もいずれこうなる。マリアだ。おう。礼儀正しくしとけよ。ここのリーダーだ。どうもな。先は撃たないでくれて。いいえ、当然よ。義理の兄を撃つなんて。お前ら押し切られちまった。あらららら、ら押し切り燃え状態。あらららら、あなたエリね。そう。なんでここへ？ああ、すごいね、オールバックの嫁さんよ。中で話そう。ええ、お腹はペコペコ。あらら、ええ、ペコペコ言うて。じゃあ閉めてよ、閉めないと来るからね。大丈夫、仲間よ。用心してるのよ。あのね、リーダーの義理の兄でございます、私が。皆さん、ここで何してるんだ？ジャクソンにいたんじゃないのか？発電所を直そうとしてる。私がリーダーの義理の兄でございますよ。前は動いてたの、ね、でもタービンが行かれちゃって。電気が使えるんだぜ。使えたら。タージみたいなもの？やってみる価値はある。お、電気が使える。嘘でしょ。なるほどね。馬を飼ってるの？馬だ。たくさんいるぞ。おい、トミー、手伝ってくれ。悪い、すぐ戻る。
あ、あれか。いい？ひずめに引っかかったやつ取ってんだね。すごい顔してる。実はあるの。なんですか？あ、足なんか足足ですかね。足何か悪いことでも、なんですか？ああ、いいんですかね。よかったら後で乗ってみる？うん、乗りたい。すごいの詰まってるんでやんすよこれ。あ、取りやしたか。よし。お、よし。ありがとうよ。いいって。いやいや、そういうのか。よし、ツアーの続きだ。ん？お尻に丸がついてる。ある？まだいたの？もう交代の時間じゃない？ハウザーたちが戻ってくるのを待ってるんだよ。すごいな、これ童貞を殺すセーターみたいな柄。家族が待ってるでしょ。君童貞を殺すセーターみたいな柄。頑張るよ。わかった。それか、無理しないでね。言うのやめよう。言うのやめよう。いや、よ、金玉みたいな模様してるね。ごめんね。金玉みたいな模様してるって言ってごめんね。行こう。見るな、エリー。あれは見るな。金玉みたいな模様してるから。お、あれはよし、よしって、よしっていう猫じゃないあれだ。よしっていう猫のコスプレそれねえ。行こう行こう行こう。何見てんの？あれ珍しいよ。あれお腹ペコペコじゃないの？マリア、どうぞ。専用室だ。タービンを起動させるぞ。こっち来れるか？ああ、お願いできる。俺の番だしな。行くよ。俺も行こう。マリアと一緒に食べてこい。ジョエル、何？行くわよ。ああ、お腹減ってるでしょって。お前持って。いいよ、もう食べておいて。食べて。女同士。トミーがそっちに向かうわ。さ、タービンを動かそうとしてるんだ。もう6回目だ。来て1週間だが長く感じるよ。ちょっとアイテム漁っていいですか？そうだ。お、何？渡すもんがある。武器オプション。去年テキサスの家に行ってみたんだが何も残ってなかった。あ、元いたとこ。何？ロケラン？ロケランが、ロケランがあったんだ。これ。あ、ロケランじゃねえの。ちょっと色あせてるが、綺麗だ。いや、いい。いや、そうなのよ。本当に？だったら本当にいいんだ。見えないのよ、まだね。20年経ったけど、まだね、乗り越えれてないのよ。話がしたい。もういいだろうと思ってるんだと思うけどね、トミーも。ああ、いいぜ。仲間の様子を見てからな。こっちだ。あ、犬だ。よしよし。バックリーだ。バックリー。番犬にはならないが。いい子だ。楽しいやつだよ。バックリー、なんか弱そう。バックリー、番犬ならないんだね。バックリー、番犬ならない感すごいね。弾をずっと放って。ほおずりしてんの、玉を。これいい玉やーって。ばっくり、あ、この玉いいわーってずっとほおずりしとるの。あららら。ばっくり。よし、いいぞ。ゆっくりだ。おー、すごいね。こんなん浮かせるんだね。確かにみんなすごいな。技術者がよく集めたね。よし、いいぞ。トミーが来た。行けるか。あと、もう。いないし。いいか。いいぞ。行け。行けって言っただけ。責任者では。おい。よっしゃ。おお、やった。お、電気回復した。おお、電気ついた。みんなよかった。誰かマリアに。俺来たらわかるね。俺が来たからついたんじゃねえか。俺ラッキーボーイだ。これすごいな。すごいよ。電気200万ドル損したな。あららららよし兄貴、話をしよう。大した仲間としたな。いいやつらさ。この町でチャンスをもらった。ここならやり直せるんだ。なんでボストンを出た？やむを得ない事情があったら。あの子に関係があるのか？あの子が全ての原因だ。あの子が何だって言うんだ？免疫を持ってる。免疫だと？
本当だ。何人もが死ぬほどの危惧を吸い込んだってびくともしない。俺も信じなかったが証明できる。そうか。だとしたらなぜここに来た。ファイアフライに引き渡したい。お前の仲間だろ。無事に届ければ報酬も出る。やつらとはもう何年も会ってない。アジトは分かるだろう。簡単な仕事だ。必要なものさえもらえば俺はここを出ていく。なんで兄貴のために俺が。俺のためじゃない。お前たちの大義のためなんだぞ。俺には家族がいる。そんな簡単には引き受けられない。それならマリアに頼むといい。仲間に言ってもらえるだろう。仲間にも家族がいる。重要なことなんだ。必要なものは渡そう。いいじゃん。あの子は兄貴が届けてくれ。うん。恩を忘れたのか。別に何年お前の面倒を見てきたか。あれで面倒を見ただと。未だに夢でうなされてるんだぞ。おかげで生き残れただろ。後悔してる。人類を救う方法になるかもしれないんだぞ。ガキみたいなことを言うな。あの頃とは違う。殴るなら今度は兄貴も痛い目に遭う。ちょっとあれはなんだ。襲撃だ。殺し方を覚えてるな。よかった、喧嘩しないんだ。よかった。感謝だね。襲撃やつらを建物に入れるな。どここいつか。こいつか。どっちか分かんない。どうした。あそこにいる。ちょっと待って、アイテム探すから。ちょっと待ってね、アイテム探すからね。ちょっと、なんか光ってる。ジョエル、すごいよ。あちこちから襲ってきた。そしたらマリアが走ってって。それでテーブルを飛び越えたら、あの大男が銃持って入ってきた。いいから、まず落ち着くんだ。聞け、エリ、怪我は、ないよ。よかった。なあ、マリア。話すことがあるんだ。ダメ、絶対ダメ。他の人を見つけるよ、言って。このまま放ってはおけない。トミー、そうなんだ。仲間が死んだか分かってる。何があったの。原因は私。後で話す。原因とか言われちゃうと思う。全ての原因があなたですからね。だから後で話す。後で。そう。いや、そう切れんといてや。もあなたがヘマしたらそれだけで私も未亡人の仲間入りなのよ。仲間入りって。俺はやるよ。やらなきゃいけないんだ。ドミー、もういい。マリア、嫁さん呆れちゃった。マリア、ドミー、来た来た。あんた来た来たって覚えときなさい。ドミーに何か起こったらあんたのせいだからね。感謝はしてるんだ。分かってるさ。俺があの子をファイアフライに届ける。なんで。心配しないでくれ。おじさんは助かるよ。人類のためだからな。エリーと話したい。なんだって。兄貴。なんだエリーが馬を盗んで逃げたらしい。なんで。どっちだ。そういう年頃。ここから馬で出て行った。中へ戻って後始末をしておいて。盗んだ馬で。じゃあ気をつけて。走り出す。そこ、足跡だ。草木も行くぞ。分からぬ。家がある。見ろ、牧場だ。馬がいる。エリーはそこだな。ここか、よかった。最後だ。女の子の部屋かな。ティディベアが置いてある。昔は平和だったね。ああ、男の子に映画、あとはファッションの内容。すごいな、お前その汚ね靴で。よくお前そこ。まあいいか、行くぞ。もういいか、ここ。もうこの家はもう嫌だって言ったら。えー、
どうした急に、思春期かお前。お前は貴重な存在なんだぞ。あ？勝手に逃げ出して死んでたかもしれないだろう。馬鹿なことはするな。私だってあんたにがっかりした、お互い様。何が気に入らないんだ。どうした？ずっと私を誰かに押し付けたかったんでしょう。ああ。トミーの方がチリに詳しいから。そんなの嘘。悪かったな。だがあいつは俺よりも信用できるんだ。ごまかさないでよ。何を怖がってるの？私がサムみたいになるって？私は感染しない。迷惑はかけない。何度も危ない目に遭ったろう。でもちゃんと切り抜けてきたじゃない。トミーといればお前はもっと安全でいられる。あのことは違うよ。何？サラのことマリアに聞いたの。エリー、もうその話だけはするんじゃない。もう全然なのよ。気分を悪くしたなら謝る。でも私だってなくした。お前はまだ本当の悲しみってものを味わっていない。そんなこと、私の大事な人は全員私を置いてったか、死んだの。そんなこと言うなよ。全員ね、あんた以外は。他の人といた方が安全なんて嘘。置いていかれたらもっと不安になるの。情が、お互い情が強すぎることでちょっとこうなっちゃうのかね。俺はお前の父親じゃない。だから別の道へ。そんなこと言うなよお前。だけどじゃないのそこ。それで終わっちゃうの？家の中にいやいやいや、戦ってる場合じゃないって。待って待って、今の話もうちょっと。ほらわーショボンヌエリタソショボンヌってなってたよ今。ちょっと何これ4人組ボーイズ、何これサイドステップボーイ、サイドステップボーイ。トミー見ただろ、これ兄さんがかつてサイドステップボーイズ、バックダンサーのエリーもあそこで伝してるくるするぞ。サイドステップボーイズ、我らサイドステップボーイズ。え？なんだお前ギター弾いてんのか、そのポーズは。トミー、トミーも共にサイドステップをふっ、エリー、あーで、いやいやこらボッケ、あーサイドステップボーイズや。え？ちょっとびっくりした、急に入ってきて。すごい暴れ方したこいつ。クルンクルンクルンってなった。剣あるじゃん。おえ、よし、もう安全だ。手品みたいな動きする。剣立ってる、剣が立ってる。馬のところへ戻ろう。なんだあの剣は。意識があるのか。出てこい出てこい出てこい、イエー。ねえバキとか、ハンターハンターのグリードアイランドの、手伝うか、髪切るやつ、ビノールとか、ビノールと戦に。お前チンチンみたいな馬をお前奪ったのか、エリー。よりによって玉みたいになってるやつを。難しい年頃だな。その娘の多分ね、ちゃんと女性になっていく過程で、ちゃんと女性にまでなったっていうのを経験してないからね、おじさんは。自分の娘ではエリーぐらい、エリー状態、エリーより先っていうものの娘のパパであったことはないのよね、まだね。どう見てくれよ。綺麗。今夜子供たちは映画だ。あ、そうなの。何見る。研究所はどこにある。だいぶ遠い。ゴーストバスター、コロラド大学だ。デレデレデレデビッグホーン、デレ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 デ
海に返す。お前が行けば、こいつに二人で行こう。どうした？何度も言わせろ。あ、仲直りした？どうしたんだ？どうしたんだお前？ごすばすお前の嫁さんが怖い。あ、追っかけられたくないけど。馬を取ってごめんなさい。せめて町に戻ってもう一度話そう。いや、もう決めちまったことだ。あららら、絆深まってますね。コロナの大学か。で、研究所は？科学棟にあるでかい鏡みたいな建物だ。嫁さんを大切にな。歓迎するぞ。いいのか？どうする？行こう。それじゃあお別れだ。それじゃあお別れだか。